その言葉には、彼らの音楽への情熱と愛情が込められていました。それを聞いたファンたちは、ますます彼らに惹かれ、彼らの音楽への愛情を深めることができました。さあ、始まりましたね。あの熱狂の4日間、私たちはまるで別次元へと導かれたかのような気持ちに包まれていました。その魔法の一部を、私からもお届けしましょう。飛べライブイベント、それは音楽ファンにとっての至福の時。 このイベントは、数多くのファンが待ち望んでいたものであり、今では世界中のファンが熱狂しています。平野史洋です。この4日間、私たちの心をわ掴かみにしたのは、何と言ってもピシユタさんの輝かしい姿でした。彼のステージは、まさに灯台のように光り輝いていました。彼の存在は、私たちに新たな夢と希望を与えてくれました。最近、私もその魅力に引き込まれ、飛べライブの魔法に取りつかれました。 特に、ナンバー、愛のステージは圧倒的でしたね。彼らの音楽は、聴く者の,の心を奪うような力があります。その瞬間、会場は一体感に包まれ、感動の渦に巻き込まれました。岸くん、本当に素晴らしかったよ。あなたのパフォーマンスは、まさに心を打つものでした。この4日間で、ますます岸くんを好きになったと言っても過言ではありません。彼のステージは、私たちに力を与え、喜びをもたらしてくれました。 生配信で彼を見ることができるなんて本当に幸せなことです。彼の歌声はまるで天使のようでした。彼のパフォーマンスは私たちを魅了し感動させました。彼の姿はまるで夢の中のようでした。私たちは彼のパフォーマンスを通じて新たな世界へと導かれました。彼の歌声は私たちの心に響き渡りました。彼の存在はまさに魔法のようでした。彼がステージに立つたびに 私たちは何か新しいことを学びました。彼のパフォーマンスはまさに最高でした。彼の存在は私たちに希望を与えてくれました。彼の歌声は私たちの心に響き渡りました。彼がステージに立つたびに私たちは感動しました。彼のパフォーマンスはまさに魔法のようでした。彼の存在は私たちに勇気を与えてくれました。彼の歌声は私たちの心を満たしました。彼がステージに立つたびに 私たちは幸せを感じました。彼のパフォーマンスはまさに感動的でした。彼の存在は私たちに笑顔を与えてくれました。彼の歌声は私たちの心を温かくしました。彼がステージに立つたびに私たちは感謝の気持ちでいっぱいになりました。岸くん、本当にありがとう。あなたのパフォーマンスは私たちにとって特別なものでした。私たちはいつもあなたを応援しています。 あなたの未来が明るいものであることを祈っています。この素晴らしい経験を通じて私たちは多くのことを学びました。私たちの心には新たな夢と希望が宿っています。私たちはこれからもあなたのパフォーマンスを楽しみにしています。それでは次の冒険への準備をしましょう。さあ、新たな世界へと向かいましょう。最後にトベライブでの素晴らしい体験を共有してくれたすべての方に心から感謝したいと思います。 彼らの音楽は私たちの心に永遠に響き続けることでしょう。では、皆さんはトベライブでの素晴らしい体験を共有したことはありますかまた、あなたが一番感動した瞬間は何でしたかどのパフォーマンスがあなたの心を魅了しましたかぜひ、その体験や感想をお聞かせください。